はいはいさて、ジャン君、まずはおはようございますだったね。午前中撮ってなかったので、もうお昼です。1時からまた、黒犬パパはですね、歌の練習に行ってきます。2時間ほどスタジオで、練習をして帰ってきますので、お留守番よろしくお願いします。ふてくされてるんじゃないよね。ないよね。大丈夫ね。うん？ポンちゃんは？あれ、ポンちゃんも機嫌悪い？おお、ピントが合いません。ポンちゃんもよろしくお願いします。まあまあ、でも2時間だからすぐ帰ってくるけどね。そしたら遊んでみようか。ね。遊ぼうよ。ということで、行ってきまーす。歩き疲れては草に埋もれて、いつからだろうか、こんなにこの海を愛しく思い始めたのは、さすらう気はさらさらないのに、誰が呼ぶこれにドアに揺れ、空は悲しそうなわけは、兄弟たちに出会うため、寝てるし、寝かしときましょう。さて、ジャン君、夜になりましたね。今日はちょっと涼しかったというか、まあ寒いくらいだったかな。なんか変だよね、毎日ね。なのでずっと寝ていたジャン君です。ポンちゃんも一緒になって寝てたね。それおいで。あら、ジャン君、お父ちゃんはこれからでご飯の時間なんだ。それまでちょっとなでなでタイムしましょう。ジャン君、はい、ポンちゃん。はいはい。はい。はい、ポンちゃん。はい。ポンちゃん。はいはいはい。はい。はい。はい、いつまで撫でてればいいの？よいしょ。ポンちゃん、外すごい雨だよ。はい。もう向こう行こうよ。はい。はい、ジャン君。はい。はい、ジャン君迎えに来てくれたの。ポンちゃんもおいで。はいはいはい、おいで。ジャン君が呼びに来ればいいよね。